よし、じゃあ行きましょうか。まあ6月もね、後半に入った、今日ですが、まあね、シーズンも3月ぐらいから始めて9月末までの禁漁までと考えると、もう早いもので、もう中間地点を折り返したところに、なってますね。まあ、ただね、これから、この6月後半以降が例年であれば両型が期待できる季節でもあるわけですけど、まあ、逆にね、それに比例して、数はなかなか望めないという非常に厳しい季節への突入でもありますけど、まあ、今日はそんな後半の初日ということで、朝こんなとこ入ってみましたけど、まあ、例年ね、ここはそれほど数を望めないところなので、まあね、1匹出会えればラッキーかななんて、そんな考えでやってますが、とりあえずやってみましょう。まあ、昨日がね、一日雨降りで若干水位は高いですね、平水よりね。まあ少し釣りにくいかもしれませんが、ただこの方が好都合は好都合ですよね。残念ながらね、全く魚っ気が、なく続いてますけどね。厳しいですね、やはりここは。ここでそうですよね。どうだ、時期が早いかもしれないですけどね。まあ、先ほどね、ウが1匹いたのでね、まあその影響なんでしょうね。出てもいいはずなんですけどね、出ないってことは、私が来る前の先客として、まあウが漁に入ってたんでしょうね。ようやく来ましたね。あ、バレた。マジか、バレちゃった。なんでこんなバレるんだ。あ、バレた、バレたか。あー、なんでバレちゃうかな。ね、なんとか孫の居場所を見つけたと思ったら、3連続バラシのスタートとなってしまいました。まあ、ただね、今日の雨子のついているところであるとか、そういった、まあ、バラシが多くなってくるってことは、雨子もね、そろそろ夏を意識し始めたのかなって、まあ、そんな表れかなというふうに思ってます。またちょっと場所変わってきましたけど、やってみますね。もう一回今のは食いそうな雰囲気だったけどね。どうだ、もう出ないのか。ちょっと私の姿見られてしまったかもしれないですね。さてね、ホットスポットまでやってきましたけど、ようやく1本目ですね。食いました食いました。今日ね会いたかったアマモリ出会いましたね。こんな感じですね。もう実にこの流れの卵はかっこいいですよね。このアマゴに見せられて、この川に通っていると言っても過言ではないですね。本当にたくましいですよね。はい。ありがとう。おーっととととととと。しこいこっちこい。よしよし。まあまあの硬さですね。いいよ。おお。いいね。魚ね、ちょっと移動してるような感じだったので、約1ヶ月ぐらい前ですかね、春のリサーチに来た時には全く雰囲気なかったところに、改めて入ってみました。どうでしょうね。結構いい風だね。これは尺あるかな。結構いい風だよね。色が違うな。微妙だね。なんだレインボーか。残念ながらねニジマスでした。いやー、なかなかいいファイトでしたけどね。まああれがアマゴだったら何も言うことなかったんですけど、ニジマスでしたね。残念残念。今日はね、6.7 フィートのロッドを使ってますけど、まあこういったね対岸側をロッドを縦気味にドリフトさせて狙うときなんかは、まあ、こういった少し長めのロッドの方が絶対有利ですよね。うわ、また出ましたね。多分ね、今ジャンプしたんでまたニジマスですね。これなんかもうニジマスばっかですね。おお、ニジマスだね。おお、ね、もう手足を振ってくれ。ニジマスでしょこっち。なんだかな。先ほどのより少し小ぶりなので同じ魚ではないと思いますけど、まあニジマスであることに変わりはないですね。はい。よし、じゃあ今日はこれぐらいにしておきましょう。